チームに新たなスポンサーを誘致することができそうだ。コーポレートタブのスポンサー画面でどこにアプローチするか選んでくれ。
このコンディションではインターミディエートの方がいいな。セッションが終了したところでトップ3を振り返りましょう。ペレス、サインツ、ダニエル、リカルド。見応えのあるフリー走行でした。明日以降の展開はさらに面白いものになるでしょう。